京都の語り部、世界を旅する YouTuber、岸です。こちらですね、清和院御門という門でございまして、府立医大病院に一番近い門でございます。この前ですね、この前に、梨の木神社という神社がございます。ここは、萩の名所で有名なんでございます。で、なぜここに来たかと言いますと、昨日、9月17日は、中秋の名月、すなわち、旧暦の8月15日のお月様を中秋の名月と呼ぶそうでございます。ところが、暦では15日なんですけど、月齢がですね、満月になってなくて、今日が満月だそうでございます。はい。で、今日が満月ですから、昨日は、すすきを飾って、名月を鑑賞したわけですけど、今日は、萩をですね、見てみたいと思って、来たのでありますが、残念なことに、萩がですね、ほとんど散っております。後ほど、咲いたところをですね、取り出しまして、写させていただこうと思っております。これが京都御所の東の端の通りでございます。ここは、歩行者専用通りになっております。先ほども申し上げました通り、ほとんどこのように咲き切っております。ただ、ここに若干ですね、このように、萩がまだ咲いているという、こういうところがございましたので、嬉しくなって映像を撮っております。今日の月の出でございますが、午後の7時ぐらいになっておりますね。どこかからまた眺めのいいところで、月の出の画像を撮影させていただいて、お届けしようと思っているわけでございます。はい、こちらが梨の木神社でございます。こちらはですね、実用性の最後の太政大臣ということでございまして、三条実美公ですねをお祭りしているという、そしてそのお父様をお祭りしている神社でございます。中には今日の三大名水ですね、ソメイの井戸というのがございます。はい、こちらがそのソメイの井戸の場合でございます。御神水で占うおみくじというものを用意されておりまして、いよいよと楽しみでございます。ご覧ください、先ほど申し上げました9月18日今日は満月でございます。旧暦8月の満月でございます。美しゅうございます、今日はね。はい、はい、出町の河合橋の上でございます。右手の山が、今から一月前に美しく大文字が灯りました如意ヶ岳大文字山でございます。今日もいい、さまざまなチャンスをいただきました。ありがとうございます。